山の石さん。おい、しっかりしろ。ギルさん。ああ、そんなことより。いえ、大丈夫です。過ぎたビルまでよろしいですか。わかった。すみませんね。ありがとうございました。いや、それは別に構わん。ええ、おかげさまで。大し…しかし…実は、うちを潰そうとしている連中がいましてね。あんたを潰そうとしている連中？え、キリュウさん、どうしてそれを？さっき、向かう途中で絡まれてな。そうですか。一体何なんだ、あの…娯楽王。パチンコ経営をはじめとした娯楽産業。ファイブ…ビリオネア。今、カムロ町で最も多くの金を…娯楽王の他にも、風俗王、電脳…その圧倒的な資金力と、金をばらまいて従え…そんな奴らがいたのか。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、うちに目をつけている娯楽王はその中の一つであるこの天下一通りエリアを、私も多少ですがこの…なるほどな。奴らを狙いはあんた自身ではなく、つまるところ金儲けです。現在の異常なまでの景気で、物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。彼らはゲームで大いに力を発揮してくる。物件を駒扱いか。もちろんだが、彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そっ彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに大勢いる。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。その時、カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ、私も長くこの町と共に生きてきた男、そのために抗ってきたんですが、さすがに。そう言わずにもう少し頑張れないのか。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して、だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に…くそ、なんとかならんもんなのか。ん？一つだけ方法があります。なんだそれ。キリュウさん。何？あなたには奴らに対抗できる腕力も、専用屋の剣も、私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば。もし…何言ってんだ、買いかぶりすぎだ。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたに…それにこの任務は不動産のイロハを学ぶ上でも、きっと別に失敗しても構いません。しかし、別に俺じゃなくても。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。なぜだ。桐生さん、あなた風間慎太郎という男を知っているね。え、あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまりか、そして堂島組の若衆として杯を受けた今も。あんた、誰か信頼できる人間はいないかと探す私に。立花か。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上で。ということはつまり。ええ、立花さんもあなたがこの。あんた、
風間のおやすさんのことを知っているような口ぶりだが昔ちょっとね、詳しくは言えないが、そんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男にならお願いできませんか、桐生さん。分かった、そこまで言うな。失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん、一つよろしくお願いしますよ、桐生。
何？はい。いや。何？
さ。何？ああ、はい。はい。
めてると痛いの見るぜ。うめジャリン稼ぐぜ。
ええ。この金で、どうだ！おい、お兄さん、一杯飲んでって。うちで飲んでいきません？ねえ、どうです？おい、お兄さん、一杯飲んでって。稼ぐぜ。ああ。
っと。